稽古は、強劇の伴奏音楽で用いられる、中国の弦楽器である。古琴の一種で、古琴の編集の中では、最も小さく、音が高い楽器である。演奏方法も、他の古琴類とは異なり、稽古の演奏は、それ専用の学習と練習が、必要である。稽古という名称は、比較的、新しく、もともとは単に、古琴と呼ばれ、民間の音楽で広く使われていた。 神学の稽古の二面図。稽古は江戸時代には日本に伝わっていたが、19世紀末に伝われた。日本では江戸時代から明治時代にかけて、稽古は神学の伴奏楽器として広まっていた。大正時代に、京劇の梅蘭宝が来日公演を行った時、京劇の伴奏音楽を初めて聴いた日本人の感想は、音楽は、 急速かつ賑やかであった、そのネチは、かつて非常に流行した、いわゆる民心楽で幾分馴染みがあるので、親しみを持って、これを聞いたが、中捨てがたい思うのあるのを覚えたというものであった。稽古は、当初から、強劇の主伴奏楽器であったわけではない。本曲など、強劇に先行する上品な音楽劇の主、伴奏楽器は、笛子であったこともあり。 強劇の伴奏には稽古より笛子の方がふさわしいという考えも19世紀末までは根強かった。例えば加今日カドは強劇の伴奏楽器として稽古を使用することを禁止し、本曲と同様に笛子で伴奏するように命じた。皆豊かミカドの時代には強劇の伴奏楽器として復活したようだが、同地ミカドが再び笛子を伴奏楽器とするように命じた記録が残っている。 梅蘭鳳のブレーンだった西女さんによると、高所定の時代の強劇界会でも、笛子と稽古のどちらが伴奏楽器としてふさわしいか論争が続いていたという。稽古が強劇の主伴奏楽器として定着した功労者は、強劇俳優の丹金梅と彼のために伴奏をした今年の梅雨伝である。丹金梅よりの前の強劇俳優の歌は、西洋のオペラ歌手の歌と同様、 誰が歌っても、基本的には同様の旋律だったので、誰でも伴奏ができた。単金杯から、強劇俳優は、自分独自の細かい拳を加えるなどして、同一曲でも他の流派と違う旋律で歌うようになったため、専属のことしと、それらの細かい違いに追随できる稽古の需要が高まった。稽古が、競技の主伴奏楽器として、不動の地位を得たのは、 19世紀末からであった。京劇では、しばしば演員の声クルと同じメロディを演奏して、音を重ねるが、場合によっては別の旋律を重ねたり、影と言われる装飾音を用いる場合がある。かつては演員は専属のことしを抱えていて、二人三脚で作品を作っていた。演じる対象の性質を捉えて、言葉の裏にある感情を表現するために、 どのような稽古演奏のサポートを受けるかは重要だったので、大抵共同作業は長期にわたり、いつも決まった今年の伴奏を伴うのが普通であった。それゆえ、一流の各人には必ず一流の今年が伴うものであった。今年は単なる一伴奏者の立場を超えて、絶対的信頼関係にあり、舞台を引導する場合すらあった。葉をべっで剣の舞を舞う、恐れ美人を演じる。 梅蘭方が今年の王将京にここはあなたの場面です。あなたが自由にひしいてください。私があなたに合わせてまいますから。といったエピソードは有名である。狂劇の俳優には個性や得意な演目があるので、これらは流派として後に引き継がれた。それゆえ伴奏する稽古にも流派ごとの伴奏の様式がある。よく引き合いに出されて比較されるのは 梅派と低派の違いである。梅乱法は、高貴で上品な女性を演ずるのを得意としていたので、その音楽、伴奏は、優雅でゆったりとしたものであった。一方、ほどすずり焼きは、地位の低い抑圧された女性の感情を表現したので、伴奏される稽古の演奏は、細かい恩恵が連なって複雑な心の揺れを巧みに、表出するものであった。この二者は、 芸風の違いから異なったレパートリーを持っていたが、例外は玉堂春で、この作品だけはどちらも演ずることができた。それゆえ、両者の目指す表現の違いがはっきりとわかるので、比較研究の対象になってきた。稽古の音域は9、10度ほどで、それ以上に広げて演奏も可能だが、広域は使わない。この狭い音域の中で、これまで数多くの優れた作品、 流派が生まれてきた。多くの流派を学ぶのは問題ないが、プロを目指す人など、特定の流派のみを掘り下げて学ぶ場合もある。中国で稽古をへしゃげくような話をすると、流派は何ですかと挨拶代わりに質問される。北京の天壇北海、全海付近では、愛好家の人々が稽古、月金など持ってきて、歌いたい人の伴奏を務めて楽しんでいる様子を、 毎日のように見ることができる。前述の通り、19世紀の日本で流行した、進学でも稽古は、伴奏楽器の一つとして使われた。また、もともと競劇の演奏家で今は日本で活躍する、音楽家、クレ・ナンジシュンの作品や、日本のバンド・ドゥ・アズ・インフィニティのシングル、真実の歌でも稽古は用いられた。豊岡啓介、品劇を見て、品場行き初 加藤通、強劇中央公論新社、2002年、P39P41。加藤通、強劇中央公論新社、2002年、P70P71。最女さ国金は大フレコ、ウアールユージュン、S バイオグラフィー、アップツー2003。2005年10月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年12月16日閲覧。 写真の稽古の解説、ありがとうございます。